電話に本当に会える、会って話そうとのことですってなったら、俺と川西の件だからオタク関係ないよねって、で眉唾やん関係ないよねってことで、ってことは私これ言っちゃいけないのってね、これ私言っちゃいけないの、眉邪魔、でも眉も一緒に話さないといけない、あんた来るなら会わない、なんであんたと会うのって、なんでじゃあ蟹石だけ家に行かしますねって、いやし福ちゃんのことは、まあ、心配っていうか総理が面倒見てくれてるから信用してるけど、そこはいや、このね川西って言ってる時点で昨日やっぱ前ね、引っかかってたんだよね。昨日普通に話してたじゃん、01と。だけど、やっぱ配信通して喋ってるから、本当は、01のことをやっぱ嫌いなんだよね。なってない？じゃあ、川西だけ家に行かします。お前が言わなくていいから、川西さんから聞くか、お前勘違いするなよ。で、金曜日よろしくお願いします。まあ心配なんだと思うよ、前のこと。あ、お間違い、これ喧嘩した時にゴミってやっちゃったんだよね、うざすぎて。くるくる電波悪いですか？これ電波悪い？これちゃんと見えてる画面は。呪われてんのかな。いや、総理ってね、いい人なんだけど、本当にいいや、すごいいい人なのね。人をこう、面倒見たくなるっていうか、男女関係なくね。あ、治った。いいやつなんだよ。じゃなきゃ眉の面倒見てくれないでしょ。正直、福は眉の犬なんで、福のことも、ちょっと01通して、ちょっと話してほしいって。01がうまくねあって羨ましい。で、これね、このやり取り本当今さっきなんだけど、で今日日曜日じゃん。で土曜日の確か朝からこの感じだから、もうベロベロだね、ずっと四六時中。だから荒れてるんだよ、明け暮れてるお酒で。まともに話してたように見せて、本当はもう精神的に多分不安定なんだと思う。だからやっぱり昨日なんか全然まともに話せてたじゃんって言うけど、あれはなんか総理の精一杯の対応、美容皮膚科一緒に行こうとかキャンセルしないでって言ってたけど、なんか総理ね、最近脱毛にはまってて、ヒゲの。そうで、なんか予約してたんだよ。で眉が予約してたのね。ジロワンがソウルにボコボコにされるかもしれない。その可能性マジであって、去年、これ配信外なんだけど、眉ソウルとマジで殴り合いになってんだよね。ジロワン家帰った後で大泣きして配信してさ、覚えてるかな、みんな。ソウルに暴行されましたみたいな配信でね、01が暴行されるのは十分にありえるね。まあ、前もなんつうんだろう、なんか親みたいな感じでね、なんか親にいつもか本当は感謝してるとか言うのってすごい恥ずかしくない？だから確かに言えてなかったんだけど、だから金曜日会った時に、言おうかなって思ったんだけど。で、ヒゲは中止にしてって。じゃあ、中止でいいんやにゃんって。だから結局行かないんだって。01と3人で行きましょうってなってたけど、美容皮膚科。そうではね、眉が心配なの。性病にお気をつけください。これが俺の前からの心配のこと。だから心配なんだろうな。余計なこと話した。余計なことしてて、余計なことしてないよ。いや、だから、どういうこと？嫌味って何が？
あ、性病？いや、嫌味じゃない、心配してんじゃない。いや、だから、なんつうの、うちらって恥ずかしいから言えないんだって、総理も。眉のことを、性病とかなって大丈夫？心配だよとか言えないんだよ。だからね、そういう感じなの、うちらって。わかるかな？だから言いたいことわかるんだよ、この総理の。心配、これは心配してる感じね。いやいや、わかるんだって、うちらも長いから付き合いが。みんなからすると、この LINE のやり取りとか意味わかんないでしょ。わかる、感情が全部わかる。ね。で、今日はなんか稽古とカニドラッグ行ってくるらしい。で、これが最後のやり取り。これがさ、最後のやり取りで、当事者でやるからお前はいらないって言われたから、金曜日、01と総理が2人で話すらしい。なんで、01が同居人の家に行きます。で、いや、今までありがとう、これね、このタイミングで今までありがとうって言うと、もうぶちくそ切れるよ。極力こういう時は敬語で話して、稽古は前の親友なんで、私はちょっと01に任せます。で、結婚してたら合わせないでしょ、01と。違いすぎてくさ。だから前、それ全部分かっててさ、分かってたんだよ。なんで切れてんの？まあだから総理寂しいんだと思うよ。まあ単あのね気持ちは寂しいんだと言って、寂しがり屋だからね。じゃあ帰るよって言うじゃん。これ帰れないからね。整形で総理持ちだったから。いや、なんかそれはね、ひげを予約してくれたついでに、なんか一人で行けないから一緒についてきてくれって。で、今月その仕事がうまくいってたらおごってあげるけど、うまくいってなかったら実費で出してねって言われてた。ワンチャンおごってくれてたね。まあだから、そこはね、ただの同居人じゃないとか、なんか怪しんでる人いるけど、01が全部聞くでしょ。01が全部聞いて、多分それ配信で言うよ、全部。01にさらすなって、もう01さらしちゃったからね。前と総理の問題だけど、いや、そうなんだけど、ちょっと前じゃ話せない、話したくないし、なんかもう鳥肌なんだって。どいてくんね。え？よいしょ。あげてほしい。あげ。せんちゃん、アイス食べる？配信すんの？配信すんの？しないよ、口が気持ち悪いから。珍しいな。